はい、こんにちは。はい、こんにちは。やっ、今回はですね、はいはい、新しく、はい、クラスが来たということで、はい、その名も、はい、ポルターガイスト。ポルターガイスト。どんな意味ですか？ポルターガイストってあれやろ？現象。物がバーンって。ああ、心霊現象的な。そう。うん。怪奇現象的な。そう。それや。それや、うん、それとはなんかちょっと違うんだけどな、バトロワのやつはな。違うの？透明人間やでな。ああ、なるほどね。男のロマン。確かに、透明人間は男のロマン。ワンピースで言ったら、スケスケの実みたいな。うん、ああ、そう。なるほどね。そう、みんなが欲しがる悪魔の実だよね。うん、欲しい。まさしく。そう。うん、まあ、そんな感じで、まあ、どうやら新しいクラスの方が、透明になれるということで、うん、そちらの方ね、まあ、どういった感じなのか使っていこうかなっていうのと、はい、まあ、僕らなりにね、まあ、解説できたらなと思うんで、うん、よかったら最後まで見てってください。はい、ということで、それでは行きましょう。はい、ということでね、はい、やってまいりました。はい、ポルターガイストね、まあ、僕の画面のやつちょっと薄いから表示が見にくいんだけど、うん、なんかヘルメットの頭みたいなやつよね。うん、ヘルメットやね、完全に。ヘルメットなんかこれ、うん、ああ、そういうことね。うん、これなんか被ったら透明になるんじゃん。そういうこと。うん、かぶる動作もしてほしいよね、これ。使ってると思うんだ。使ってみますね。はい、はい。おお、かっけえ。うっすら気持ち足早くね。そうでもない。なんかミョーンってなった今一瞬。足速いの？速く感じるだけかな。あ、にょーんってなってる。にょーんってなってるよね。うん、速いな、なんか割と速かった。なんかピー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 って出たよ。なんか朝かな思って。あ、ほんと。これ草むらとかにこうやって隠れたら分かんないね。あ、確かに。こうやって歩いてたらさ、見えちゃうよね、多分。うん、ランニングしてたら透明人間が。じゃあ、大江さんもやってみてください。はーい。使えばいいですか？はい。はい。ああ、ピーピーピーって言ってる。ああ、もう全然見える、全然見える。ここのさ、水の上立ってみて、ここ。水？水浸しのとこ。ああ、水浸しの上見にくい。見にくい？ここ真ん中。ほら、消えた消えた。めっちゃ見えん。急に出てきたの、これ。なるほどね。で、逆に言ったらさ、うん、音がピー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 って鳴るってことはさ、うん、こう発動させて敵に寄ってったらさ、うん、あれ、ポルターガイス来たみたいな感じになるよね。なるマジ、もうホラーだよ。マジでポルターガイスです。ね、ほんとそうだよね。うん、なるほどね。こんな感じの、あれなんだね、使用感なんだね。はい、ポルターガイストの状態で、うん、銃を撃つと消えちゃうんですよね。それがちょっとなんか残念だなって感じなんだけど。なるほどね。もうだから使ってすぐこうやって撃ったらもうすぐ消えちゃうって感じだから、うん、そう、あんまりどのタイミングで使うんだろうね。逃げる時にしてもさ、アラートっていうか鳴ったら、そうだね、そうだよね、逃げてったなってなるよね。使うところが難しいんだよね。難しいね。だから敵を不意で見つけた時にポルターガイスト発動させて近寄るのはありかもしれない、うんうん、足音って出るっけこれ。足音は出てたと思う。足音ああ使ってみようか。足音、うん、使ってみて。足音出るのかな。あ、全然出るね。全然出るわ。足音出てる。足音も出てるし、足跡も出てるし、音も出てるし。る、ね、え？そんなにもしかして強くないこれ。いつ使うん？だって近寄る時も聞こえちゃうし、どうなんだろうね。どのタイミングなんだろうね。遠くにいる時ちゃう。でも一発撃ったら気づかれるでな。うん。ただまあでも。ある程度透明だから不意打ちはつけるっちゃつけるような気はする。まあそうだね、一瞬の気は引けるよね、うん、あとどこってなりそうだもん。まあそうだね、うん、あと崖から降りる時も飛んだら消えるからね。あ、グライダー使ったら、グライダー使ったら消える。あ、ほんと。やってみようか。アムロ行きます。はい。透明化。見えた見えた見えた。うん、あのね、一瞬消えたけどすぐ戻ってきた。あ、マジか、うん、残念やな。残念すぎね。そういった形ですね。なるほどね。はい、ということでね、はい、まあ、僕らが、はい、まあ、なんとなくで、まあ、携帯のねタイマーの方で測った感じだと、はい、ポルターガイストのスキルが溜まるのが、うん、1分15秒かな。うん、それぐらい。そう、それぐらい大体、うん、まあ僕らのなんかこれなんで、指なんで。そうだ、ね、ちょっともう大体になっちゃうんだけど、うん、そうで、ポルターガイストの使用時間が約15秒。うん、15秒。うん、そうだから15秒15秒間は、うん、あのもう透明人間、うんうんうん、スケスケの実、うん、で撃ったり飛んだりしたら、うん、消えちゃうから、うん、そうフルに使おうと思ったら15秒使えますよって感じで。なるほどね。はい、アップデートの方ねしていきたいと思います。はい。
はい、じゃあね、ポルターガイストの方ね、使っていきますね、はい、アップグレード5ですね、はい、じゃあこの辺から使っていきます。はい、いくよ、よーい、スタート。おう、消えた。あ、もう全く見えなくなった。違う、音っていうかアラート。あ、ここで消えたね。アラート、足音じゃなくて、うん、アラート、足音と同時にね、姿が見えなくなった。あ、本当？うん、あ、全く見えなくなった。全く見えなくなった。あ、なるほどね、うん、あの、アラート出てたでしょ。だアラート出てた、その辺で多分消えた ね。60m ぐらい、64m。 いや、多分60ぐらいか、60ぐらい前後ぐらいね。そうだね、うん、なるほど。だから大体50じゃないな、50ぐらいか、50ぐらいから姿が全く見えなくなって、足音も消えて、そう、60ぐらいでアラートも消えるって感じかな。そうだね、これだから俺がここで使って後ろ下がってったら、うん、多分消えると思う。あ、なるほどね。もういねえ。うわ、来た。え、アラートならんか。あなた、ああ、一回入るとあれなのかな。まだ全然アラート聞こえる、全然聞こえる。消えた。じゃあ、分かった、そうだ、食いつくんだ、うん、使い方ね。だから敵が結構近くにいる状態から使うんじゃなくて、うんうん、遠くからか、遠くで見つけた時にポルターガイストで消えて、うん、接敵するって感じ、ね、あ、なるほどね、そっちだね、使い方は。そうだから今アラートがさ、遠いところから近いところ行く時のさ、うん、距離、うん、近づいて、もう結構近づいた時にアラートが鳴ったじゃん、うんうん、でアラートが鳴ってから離れても、どんだけ離れてもアラート鳴ってたけど、うんうん、だけど近い状態でさ、うん、先にポルターガイス使っちゃうと、うん、アラートがもう最初から鳴りっぱじゃん、ね、そういうことだね。そう、遠くからそうだ、ね、詰めるって感じなんだね。そうだね、完全にそうだね、きっと。なるほど、ちょっと使い方見えてきたね。そうだね、うん、足もさ、なんか結構速くなるね、これ本当？ポルターガイス、あ、やっぱじゃあ詰めるために足速くなってるのかもね、かな。はい、それではね、アップグレの方がね、はい、溜まるのが、はい、前回1分15秒だったのが、はい、1分になりましたね、うん、15秒ぐらい短くなりますよって感じで、うん、で、使用時間の方が、さっき15秒だったのが、うん、これが20秒になったって感じだね、うんうん、そう、だから5秒を それはもう長くなったみたいな感じなんだけど、うん、だからまあどうなんだろうね、ソロで言ったらなんかそんなに強くないんじゃないかって思っちゃうけどね。あー、そうだね、例えばスクワットとか4人で行った時に1人がポルターガイストやったら結構かく乱できるじゃん、うん、もう近くにいるチーム全員がさ、このポルターガイストの音が出るわけだから、うん、だね、他のなんか足音とかちゃんと聞けなくなるじゃんね、うんうんうん、そう、だからそういう点では強いのかなって思ったりもするけどね、うん、はい、ということでね、えい、まあ時間とかそういうのはまあ僕らが計測してるんで、なんとも確実にこの秒数とは言えないんだけど、うん、まあ多分おそらくその時間だと思う、うん、そうで、ポルターガイストの方ね、うん、短時間透明になるっていうのが、うん、そのアクティブ迷彩、うん、メインの効果、うん、で、バイドウォーカー、うん、ボイドボイドウォーカーだね、うん、ボイドウォーカーって言われるのがサブのスキル、ステルス状態で走行速度と歩行速度が上昇、だから歩く速度と走る速度がちょっと速くなったんじゃないって言ってたのは合ってたね。うん、そう、速くなる、うん、まあだから詰める時に結構使うんじゃないかなと思うんだけど、うん、僕からしたらこれ使うんだったら忍者使った方がよくねって思っちゃう。まあ確かにね、そう、まあ速くなるわけではないけど、別に詰めようと思ったらさ、グラップルフックっていうの、うん、ビヨーンって伸ばして近づけるし、うん、確かに、そうそうそう、で足音聞こえないじゃん、うん、そう、だからどうなんだろうって感じだけど、まあソロで行くんだったら使わんかなって思っちゃうけどね、うん、メンバーにスクワットとかリオとかね、うん、そうだね、誰かがいてそのサポートに近くなっちゃうんじゃないかなって思うけど、うん、そう、まだちょっと分かんないんだけどね。スクワットだったら大かく乱できるな、結構使えると思うけどね、うん、スクワットだったら1人のパワーで4人かく乱させれるって結構強いんじゃない。そうだよね、うん、近くにいたらね、うん、そう、結構だってあのアラートが鳴るとさ焦らない？焦る、めっちゃ焦る、あ、やべえ近くにいるってなるけどさ、うん、どっち側から来るとかって分かんないじゃん。分かる分かる、そう、まあ大体こっちだなってのは分かるかもしれないけどさ、うん、そう、この使ってる状態の時だけ足音消えるとかって最強だったね。まあね、間違いない、そこのスキルがついたらね、うん、ということでね、はい、まあ、ポルターガイスト僕らなりに一応解説してみたんですけど、うん、まあどうですか、使いますか。まあ人数多い時は使ってみたいね。まあそうだね、うん、僕も実際ソロでポルターガイスト使って行ったことがないんでまだ何とも言えないんですけど、まあ使いどころとかね、まあ僕らはこんな感じじゃないかって予想だけど、うんうんうん、まあ他の人からしたらね、いやこうだろっていう意見は多分あると思うんで、ね、
まあいっぱいね、どういう時にどのタイミングで使ったら強いかっていうのをね、いろんな人のプレイとかね、そうだね、見てやっていただけたらなと思います、うん、はい、ということで今回の動画ここまでということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ワイン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